皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の地理散歩は神奈川県の川崎市の、この黒川駅という駅から出発なんですが、この黒川というのはどこなのかをまずテレビをご覧の皆さんに見ていただいて、私が丁寧に書いた地図で、これは山手線ですね。新宿です。新宿から小田急線という電車が走っておりまして、ずっと来ますと新百合ヶ丘という駅があります。そこからそうですね、5分ぐらい、この新寄りで、この唐木田の方に行くのと小田原の方に行くので分かれるんだそうですが、この分かれるこの5分ぐらいの新寄りが丘から5分ぐらいのところにこの黒川という駅があります。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブメットライフアリコとご覧のスポンサーがお送りします。毎週金曜日はもう一度見たいという声を多くいただいたお散歩と一駅散歩を厳選してお送りする特選地位散歩。今日は神奈川県川崎市の黒川をお散歩。スタッフみんなで農作業のお手伝い、貴重な体験です。何年ぶりだなこんなのやるの。そして一駅散歩は茗荷谷駅から後楽園駅までを歩きます。なんで地下鉄なのに地上走ってるのかね、この部分だけなんかもう悲しくなっちゃいますね。履けなくなったスカートがすっきり履けた秘密を大公開。さつまいも落花生掘り取りっていうのは駅の前にこう書いてあるっていうのは、大体これがこの町がこんな感じかなというのは読めるような気がしますよね。黒川東観光農園というのもあるんですね。今日は神奈川県川崎市麻生区の黒川をお散歩。東京の多摩市や町田市などに挟まれた県境の町。まずはちいさん、観光農園がある駅の東側を歩くようですよ。柿がもう色づいて、ほら、秋ですね。すごいね、この数や。こんなによくなるもんだね。一本の木で何個なってるの？ねえ、すごいな。これは栗だよ、栗。栗、栗。ああ、もうみんな取った後だな、これは。ほら。ほら、落ちてますよ。ほら、こんな大きいの落ちてるよ。これ落ちてんだからね。これ落ちてるからね。落ちてったからね。僕は取った。ああ、これ落ちてるよ、ほら。わかりましたって、じいさん。そんなに強調しなくても。すごい、すごい。ほら。ここの絵なんて、これいいじゃないですか、ほら。ほら、ほら。クリスカット料理とかいろいろありますけど、じいさん何が一番？そうだよ、やっぱり初物の頃の栗ご飯ってうまいよね。ホクホクしてね。いいね、人参畑があって、その向こうにはシソかな、あれあって。キャベツ畑があって、その向こうにはマンション群がブワッ。僕は嫌いじゃない風景だね、こういう風景は。いいね。この黒川地区は昭和47年に農業振興地域に指定されました。市民と行政が協力して自然を守り活用しているため、今でも里山の風景が残る貴重な農村地域となっています。こら、こら、
ちょっとちいさん何してるんです？はい、僕に捕まったら、くーつー捕まったら、うんです。はい、カメラマン逃げちゃうから押さえてきますからね、これね。はい、そのまま動かないで、動かないで、動かないでって、なんでそうやって逃げるの？いつもおせんべいあげたりすると寄ってくるのに。罰ゲームこうの面白いね、こういうことがあったんだね。はい、いいからね、もう黒木脅かしたからね、いいからね。もう小さ、完全にいたずらっ子ですね。なんだあれは。はあ、子供たちがなんか、あの芋掘りかなんかやってるんですかね、あれ。いい、なんか綺麗だね、黄色の帽子が。うわー、面白いな、これも。うわー、これ取ったさつまいもだろうか。おー、立派なさつまいもが。あー、こんにちは。はーい。あらー、お邪魔します。ちょっと見せてもらっていいですか？はい、どうも、こんにちは。あ、これは落花生を取ってるんですね。あ、落花生だよ。え、なにこれ？落花生。すごいね、ちょっと見せて。おー、これ落花生。おー、どうも。おー、初めて落花生取んの？初めて。あー、こんにちは。これちょっと貸して。落花生ってこうなるんだね。ほら、これが土の中にこう埋まってるんだって。で、これを取ります。はい、あ、こう取るとこうなっちゃうんだね。みんな取られた。はい、こんな知らない人多いですよね。知らないですよね、こうなってんだね。はい、ありがとう、お姉ちゃん。はい、ありがとう。よし、今度は向こうの方行ってみようか。芋掘りもやってる。芋、お芋を見てみよう。お芋ある？お芋4個とこある。お芋ある？あ、大きいのがあるね。お芋4個だ。あ、4個取ってるな、取って、取るね。テレビの取材だ。うわ、取れた。なんだこれは。あー、すごいすごい。これ今日お芋を持って帰ってどうすんの？お家で食べるの？お母さんに料理してもらうの？だけど、何本かね、うん、給食のね。あ、そうかそうか、あの給食で使うのにみんなであげるんだ、学校で。いいな。そうかそうか。あ、見てる。ありがとう。ありがとう。どうもどうも。あの、突然すいません、申し訳ないです。あの、これは毎年のように子供たちにあの芋掘りや落花生をさせてるんですか？そうなんですよ。あの、9月から11月の初めまで。ああ、そうですか、はい。あの、こういう、あの、子供たちはお芋なんかをお母さんが買ってきて料理するのは見たことあるだろうけど、うん、こういうところでできてるってのは今の子供たちは知らないでしょうね。そうですね、あの、さつまいもは芋だから下だっていうのは分かってるんだけど、向こうにある落花生、あれはすごく興味あるみたいよ。そういう風に見せてやると、あの、食べる時も、あ、こういう風にできたかなりのいい教材にはなりますよね。そうですよね。昔からやってらっしゃる？もう20年ぐらい。ああ、そうですか。これはあの、子供さんたちをここに取らせるだけじゃなくて、うん、大人でもいい。そうです、土日はね、結構混みますよ。土に触れるっていうことがやっぱり普段ないですから。そうですね、すごい、そういう意味では貴重なんですね。都心の中の農地ですから。ね、そうですよね。だからちょうどね、この辺は恵まれてるんですよ。奥さんはどうですか？やっぱりこういう子供さんたちと接するのもたまにはいいでしょ。そうですね、ね、気持ち的に若返りますよね。そうですよね。で、あの、こう
今も話したけど1年かけて作ったものを子どもたちにこう収穫させて食べてもらうっていうことのこう喜びなんて意外と簡単なようでできないですよね。魚もみんな切り身で泳いでるって思ってる時代だから。そうですね、あの落花生なんかもあの木になってるっていうふうに思ってた人が多いんですよね。初めてここへ来てあの土の中にあるっていうのが分かったっていう人が。元気そうな顔でいいね。ねえ、そうか。はい、ありがとうございました。どうもすみません、はい、自分たちがさおやつに食べようと思ってささつまいもふかしてあるの食べてくる。いただきます。いや、ちいさん一回ぐらいご遠慮してもいいんじゃないですか。あ、そうですか。うわこれでさここにね、あの塩茹でのね落花生、これも食べてみて。はい、もうスタッフ一度遠慮なくいただきます。これ食べてみて。おい、この塩茹での落花生美味しいよ。塩茹でそれを、いや、殻を剥いていい味だよいい出汁が出てるような感じだよ。うまい。それでそれ食べる。うん、おいしい。いや、そんなちっちゃいのやってこう大きいの大きいの大きいの絵になんない絵になんないすみません、絵の言葉で心配していただいて私があんまり心配しないもんですからこわ金色だよ。これもホクホクだね。幸せですね、秋の実りで。ちょっと食べ過ぎな気もするありがとうございました。じゃあ遠慮なくいただいて帰ります。はい、お土産に落花生まで頂戴したんですね。よかったですね、ちいさん。コスモスがほらちょうどほら向こうで農作業をしてる人とコスモス、いいね。さつまいもに落花生、秋の実りをたっぷり満喫したちいさん、今度は駅の西側をお散歩するようです。あ、もうこら、あの稲刈りがしてあって今あんまり見れないんですよね。こういうあの日光で天然干しってしないんだよね。あのこれを 2,3 日だか 4,5 日だかこう干しておくと全然お米に甘みが加わるらしいのね。でも大変な労力だよね。これだけさ竹の杭をこう立てて倒れないように立てるっていうだけだって俺たちスタッフ1日かかったってできないな、これ。駅の東側には大きく畑が広がっていましたが、反対側は一面田んぼなんですね。もうこれはまだ刈り入れる前の、あ、もうねえ、稲穂が頭を垂れるでしょ。本当にそうだね。実れば実るほど頭を垂れるっていうけど確かにそうだね。そうだ、今日はちょっと面白いものを持ってるんでいいですかね。人の田んぼだけど見せてもらっても悪いことするわけじゃないからいいか。あら、じいさん今日は虫眼鏡持ってきたんですね。どんな風に見えるんでしょう。肉眼で見るのとどう違うか。こういう風になってる稲穂、ああ。これはあの、あ、こんにちは、お邪魔してます。すいません、あのいたずらしませんからいや大丈夫です。あのほら一粒一粒のお米がはっきりと、これが僕らの口に入るお米の一粒がこうなってるんだってわかるね。今日は子どもの学習のようなコーナーです。お芋がどうなってるとか落花生がどう取れたとかね。直で見るのと違いますか。違いますね。なんかね、やっぱりあの
もっと生命力にあふれてるっていうか、やっぱりこれが春になって植えたものが半年経ってこうやって実ったっていうことが分かるよね。小さなこうひげみたいのが生えてるのね。それがねキラ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 光るの、太陽に当たって。違う、今までとは違う目線かもしれん。でも面白いもんだね。いいね、これは水音。のみさんこれ撮ってよ。いい音だな。なんかのんびりするな。すいません、これは今稲を干そうとしてらっしゃるんですか。どうも。干してるわけ。そうです。でそれ倒れちゃった。倒れちゃったから今また修正してるわけ。これは今もね、向こうにあったんで、 お仕事中すいません。この頃あんまり見られなくなってしまった光景だけど、やっぱり干すと全然違うもんですか。今まで干さない機械かなんかでもできるんでしょこれ。乾燥させるのはそうですよね、だけど天日乾燥の方がほら美味しい。稲穂を乗っけんのみんなで手伝おうよ。バッて今柱作ったらさ、普通はこう1週間以上、10日からまあ10日ぐらいみんなかけるんですよ。ここに、そうするとなんか言われは、よく言われてるのはやっぱりこのここにもね、まだ栄養分がある、この栄養分の美味しいものが。なるほど、稲穂で切った方の反対にしとくと、稲穂の、それは当然だよね、なんかね栄養分が実の方に行くかもしれない、まだ行きますよっていうことだ。なるほど。だからこういうふうにかき干ししたお米は、普通に何て言うんですか、水分がいく、水分がいく、それでいったのパーッとこう買っちゃって、しかも天日じゃなくて乾燥したやつは、これはだからもしできれば自分の家で食べたいでしょ。自分で食べてますけど喋ってばかりで奥さんだけが働いてるのすいません後で怒られちゃうなんか手伝いますよ。ちいさんとスタッフ一同、農作業をお手伝いさせていただきました。貴重な体験ですよね。何年ぶりだなこんなのやるの。まさか散歩中にこんなことやりたいよ。入れよ、これ。持ってくよ。面白いね、こういうのもね、たまにね。いいね。秋だね。そうか、面白いって言ってる奥さんの言う通りで、確かに面白くはないだろうよ、毎日これやったら。怒られちゃって。本当だよ。だから折れるんだ。竹が折れたんだね。今度お米になったらご飯食べに来ますんで。どうぞ。どうもありがとうございました。どうも本当にありがとうございました。楽しかったです。どうもありがとうございました。ああいうふうにしてお米が秋を迎えてこう収穫されて。人の手によって一粒一粒のお米になるということをもう一度こう考えてみるという意味では、若いスタッフも含めていいチャンスだったと思います。今更ながら感動したね。しましょうか。村の鎮守の神様がという感じの、昔ながらというか、いい風。気持ちいいな。
真ん中だね。すごいとこだね。テレビさんが振り返るなって言うんです。振り返ると面白くないんで、前を向いたまま歩けって言うんで、命令に沿って後ろは振り返らない。なんかいいことがあるらしいんです。ただこれは急な坂ですから結構しんどいですよ。じゃあさあ、丘を登り切ったらどんな景色が望めるんでしょうね。じいさん、まだ振り返らないでくださいよ。はい、振り返ってもいいでしょうか。振り返りません。いいでしょうか。まだ待てです。振り返ります。おー、いやー、これは町田ですか。そうです、町田市ですね。町田市の景色だそうです。東京都で、東京都の景色です。あー、東京都の景色見るの結構しんどい思いしましたね。あー、いいな。登った甲斐がありましたね。今日はこの公園で一日の思い出を絵手紙に綴ります。おさらいです。駅の東側に広がる畑でさつまいもや落花生を収穫。反対側に移動して今度は稲を干す作業をお手伝い、最後は高台の公園で素敵な景色を楽しんだ2時間半、5376歩のお散歩でした。実りの秋を迎えて野菜や果物がもうたくさんありました。これが東京都心からわずか 40分で来れるところだといえば全く思えないくらい本当に自然豊かないい町です。そんな中で今日はスタッフとともに農作業を手伝わせていただいてとっても楽しかったんですが、今日の一枚の絵は稲干しを手伝うスタッフと私を描いてみました。偶然ですがこんなことをさせてもらって、我々もなんか充実した作業になったような気がしました。電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか。一駅手前で途中下車、見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩。今日の一駅は、東京メトロ丸の内線の茗荷谷駅から隣の後楽園まで。茗荷谷というくらいですから谷が多いところらしいんです。ですから相当今日はスタッフも覚悟して歩くぞという感じです。というわけで今日は東京メトロ丸の内線での一駅散歩なんですが、あら、地下鉄なのに地上を走ってますね。そのあたりの謎にも迫りつつ、高低差の激しい道のりをお散歩です。さて、今日の出発駅茗荷谷駅は昭和29年に開業。周辺には拓殖大学をはじめ数多くの学校が点在。登下校に利用する生徒さんでにぎわいます。あ、これが茗荷谷のホーム。あー、地下鉄なんですけど、茗荷谷から後楽園までは、地上を走ってる。地上を走ってる、なんでなんだろうね。そうですよ、気になりますよね。ぜひとも謎解きお願いしますよ。うわ、この坂はまたすごいですね。すごい坂ですね。こんにちは。もう地下鉄の地下を歩く。上が地下鉄でしょ。上が地下鉄、上が地下鉄っていうよく分からない。上が地下鉄、うん、すごい坂だね。すごい坂ですよ。これ上がってくのも大変だぜ。あ、こっちもだよ。こっち行ってる。こっち行きましょうか。
何やら見つけたようですが、ちいさん、こちらってどちらなんです？小石川検釈っていう場所なんですね、ここは。なるほど、こちらでいろいろ聞いてみようってことですね。こんにちは、ちいと申します。すいませんです、なんかお仕事中に突然お邪魔しまして。どうして、地上を走ってる地下鉄なんですか？地下鉄としては比較的、地面から浅い部分を走ってる路線なんですね、はい、ちょうどこの辺の、明賀谷という駅名の通りですね、はい、ちょっとこの辺が谷間にもなっておりますので、地下を走ってて、この辺に来るとちょうどこう地上に出てくると、で、地下を走っててこう、あ、そっかそっか、その地上に出てくるわけですね、はい、上から見てたんですよ、電車を、あの橋の上から、見下ろしてると、昔はこう何ですか、パンタグラフありましたね、で今は何にもないんですね、箱が動いてるんですね。そうですね、であのそれがのあれは銀座線と、それと丸の内線の、特徴でもありまして、分からないことだらけですので、実際の車両を前にいろいろ教えていただくことに。これは貴重な体験ですね。これが 電球の供給している一番の要ですね。そうですね、これが普通は電車の屋根にあるパンタグラフの代わりになる装置です。そして架線の代わりになるのが、サードレールという、レールの隣にもう一本走ってると。これは見たことないね、これを触りながら電気を供給してもらったんですね。そうですね、丸の内線のこと、ちょっと詳しくなりましたね、これもいい階段ですね。うわあ。ちな、ちょっと提案があるんですよ。はい。こんな立派な階段なんで、グーで、無理こうってスタートするんで、パーでパイナップルという。60年ぐらい前にやったよ。いいよ。というわけで、階段上りじゃんけん対決。負けた方がお茶をご馳走するそうです。最初はグー、じゃんけんぽい。というわけじゃなくて、横で、はい、じゃんけんぽい。すれ違う人々の視線を感じながらも、なかなかの大接戦です。最初はグー、じゃんけんぽい。ちいちいよこいっと。ちいさんすごい。最初はグー、じゃんけんぽい。よしよし、ちいよこれ。ちいさん、あの、ちいさん何本いって行き過ぎですって、ちいさん、今のは完全に行き過ぎですよ。じゃあもう一歩だけ差つまるよ。もうあとグリコでも勝ちだな。よし、最初はグーじゃんけんぽい。ずるいずるい、それでチョキ出すんですか。ちいよこれいだな、ミラ。いやー、いい運動になりました。いい運動になりましたね。結局僕らのはキャリアがあるっていうことだよ。ね、君なんかにはまだ負けないよ、僕は。ということで、約束の一服です。お店を見つけたようですよ。じゃあ俺カメラ回してるよ、その間。ありがとうございます。じゃあ僕が中で買ってきます。買っておいて。はい。さあ、負けた富岡君の様子。どうですか、ちいさん。結構トビーがさ、店で人気者だよ、おい。不愉快だな、おい。罰ゲームじゃない、あいつ。結構楽しそうに買い物してるよ。あのさ、君なんか中でさ、結構楽しそうに買い物してなかった？可愛いお姉さんと。わざと負けたんじゃないの、お前。いや、そんなことない。
こういう時のコーヒーうまいんだよな。いやでも小さん本当に僕よりむしろ住んでました。まあ3本ぐらいずるしたけどな。チチヨコレイトってやったよな。こんにちは。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ここ歩くの大変だろう。坂道だから歩くの大変だろう。寒くないこれ。ちょっとチラリズムでかっこいいね。いいじゃん、乗ろうよ。あ、来た。これが、これはまた明和谷の方へ行く電車ですね。向かってる電車ですね。東京ドームが見えます。東京ドームね。巨根会。気になる提灯に惹かれてお邪魔することに。座ってもいいですか。お疲れ様です。ここは巨人の魂の会ですから、はい、お店ですから、はい、普段だったら野球の試合のある日は、はい、巨人ファンじゃないと入っちゃいけないそうですよ。巨人の歌って知ってる？じゃあどの？トコンコ、トコンコめて大空を。僕は巨人ファンじゃなくても知ってますよ。ダメですよ、巨人ファンじゃなくて。あ、そうだ、巨人ファンだ。そんなこのお店で。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ここはそうじゃないかな。あ、着きましたね。後楽園駅です。はい、着きました。後楽園駅。本日の終着駅後楽園駅は昭和29年に開業。かつての後楽園球場、今は東京ドームの最寄り駅です。はい、今日の一駅散歩、明和谷から後楽園、地下鉄でありながら、外に出てる面が多いということで面白い発見がありました。ゆっくりはゆっくり歩いてたもんで、真っ暗になって夜の散歩になってしまいました。そんなんで今日の一駅散歩お疲れ様でした。ありがとうございました。電車とともに歩いてみると線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は肩甲骨ほぐし体操です。足は肩幅に開き、片方の肩を耳の位置まで上げます。肩と腕の血流が良くなります。ちぃ散歩5周年を記念して、ちぃさんが描き続けてきた絵手紙483枚すべてを一冊の本にまとめました。書店にて好評発売中です。